福井の石井です。本日は決算説明会にご参加いただきましてありがとうございます。私から第2四半期の概況について説明をいたします。当第2四半期は増収ながら営業利益は減益となりました。収益面では売上高が629億円、102%の増となり、当初計画の101.1%を上回りました。節約意識の高まりから、食品と PB 商品の売り上げが伸びたことが挙げられます。NB 商品の値下げ企画も好評でした。一方で、マスク、検査キット、体温計、加湿器など、利益率は高いコロナ関連商品の売り上げ減少したことで、あれ利益率は1.1%下がりました。PB 商品の売り上げを増やし、粗利益率の維持に努めましたが、落ち込みを補うまでには至りませんでした。販売費及び一般管理費は、改装や EC 事業にかかるコストが増えたことから、前期比104.2%となりました。この結果、営業利益は18億9千万円。前期比68.5%。期初計画の21億円に対して、計画費90%となりました。3ページをご覧ください。営業利益の増減益要因について説明をいたします。青い部分が利益の増加、オレンジが利益の減少を示しています。粗利益高は、3億6200万円減りました。先ほどご説明いたしました通り、利益率の高いコロナ関連商品の売り上げが下がったことが主な要因です。次に経費の増加要因について説明をいたします。8月までに4店舗の改装を行ったことで、経費は1億8600万円増えました。備品の購入や修繕、旅費などのコストが発生いたしました。減価償却費の増加は、オンラインストアと改装に伴う資産取得によるものです。その他にも、キャッシュレス決済手数料、物流費、家賃などの経費が増えました。一方で、水道光熱費は増加を想定いたしまし、しておりましたが、前期並みにとどまりました。人件費についても、前期並みに抑えることができました。店舗オペレーションにかかるコストコントロールはしっかりできていると思います。4ページをご覧ください。このグラフは、既存店の売上高、客数、1人当たり買い上げ個数の前年同期比を示しております。5月以降は客数が回復し、これに比例して売上高も伸びていきました。NB 商品の値下げ価格が好評だったことに加え、PB 商品の売上高は前期比2割増となるなど、安さを訴求した商品が売上を伸ばしました。買い上げ個数については前年並みとなりました。物価が上がっていく中、お客様には価値ある安さを打ち出すミスターマックスをご支持いただけたというふうに考えております。5ページをご覧ください。部門別の売上状況です。食品の売上が特に好調でした。パンや米、あるいはサラダ油やおつまみなど、PB 商品も売上を伸ばしました。また、外出の機会が増えたことから、キャリーケースやシューズ、化粧品なども好調でした。市場が変化していく中、品揃えを柔軟に変化させたことで、売上は前年を上回ることができたと考えております。品揃えはまだまだ改善の余地があります。第三四半期以降も新しい品種の導入などに取り組んでまいります。6ページをご覧ください。このグラフはコロナ前の19年2月期からの粗利益率の推移です。原材料の高騰や円安の影響から、仕入れ原価は
上がり続けています。このような厳しい環境の中で、競合他社との相対的な安さを可能な限り続けながら、粗利益率はコロナ前の水準を上回っております。取り組んできた日替わり特売の廃止、あるいは PB 商品の拡大などの効果が出てきました。しかし、今の水準は決して満足できるレベルではありません。調達先の見直しやコスト削減に努め、利益率の改善を図っていきます。以上で私からの説明を終わります。引き続き、今後の取り組みについて、平野よりご説明いたします。社長、お願いします。はい、代表取締役社長の本日は決算説明会へご参加いただき、本当にありがとうございます。私からは、秘書に設定した重点項目の進捗状況、そして今後の取り組みについて説明いたします。まず8ページをご覧ください。24年2月期の業績予想です。本年度は売上高1246億円、前期比102%、営業利益で40億円、前期比86.4%を計画しています。この業績予想は変更はいたしません。先ほど石井から説明しました通り、第2四半期までの営業利益は前期比90%となり、残念ながら未達で終わりました。まあしかし、このところ客数の回復も見えてきて、売上も伸びてきています。期初に計画した取り組みに注力をして、業績予想の利益を達成したいと考えています。9ページをご覧ください。今期の重点項目4つについて説明いたします。1、EDLP の追求と EDLC の推進。2、PB 商品の拡大。3、配送による既存店の強化。4、DX による市場変化への対応。次のページから、ここまでの取り組みの状況と今後の方針についてご説明いたします。10ページをご覧ください。まずは、EDLP の追求と EDLC の推進について説明をいたします。EDLP、エブリデイロープライス。まあ、これは昨年9月から NB 商品の値下げ企画というものを続けています。特に厳選した30品目、毎日使う商品を選んでいます。これらの商品を圧倒的な安さで、お客様に提供する、店内でアピールするということを続けています。まあ、洗濯洗剤やお菓子など、1ヶ月あたりの売上高が前年の2倍となるような商品も出てきており、大変好評で、に推移しています。1ヶ月おきにお買い得商品を入れ替えながら、まだまだ当面は続ける予定でいます。EDLP を継続的な取り組みとするために、まあ、要はエブリデイロープライスを、維持するためには、エブリデイローコスト、EDLC の推進も同時に行わなければなりません。当期は人事生産性を高める取り組みとして、店ごとに売上に応じた適正人員配置のモデル作りにチャレンジしています。まあ、人事生産性はご存知の通り、店舗の従業員の1時間あたりに稼ぐ粗利益高のことです。まあ、これを上げていかなきゃいけない。そしてもう一つは、店ごとのばらつきがある生産性を一定にすることで、全体の人事生産性をさらに高めていこうという取り組み。設定した人数で運営ができるように、複数の部門を従業員が、カバーできるようなマルチタスクで、いろいろな部署のいろんな作業をやっていこう
というようなことも進めています。このマルチタスク化に移行する前は、店舗従業員一人一人に担当部門を決めて、そこでのオペレーション業務、特に品出し作業等を行っていました。しかしながら、その分類に紐づく人である場合、商品の納品時間などによって、作業量、あるいは作業時間帯が違ってきてる。多い時間、少ない時間というのが生まれてくるんです。つまり、結果的には生産性の無駄が発生していた。安定してないということになっていました。そこで担当業務が少ないときは別の部門の品出しをすることで、時間あたりの作業量を可能な限り定順化していこうという取り組みをしています。レジ担当も品出しをある一定の時間は、品出しを行う等のマルチタスク化というものも進んでいます。さらに、バックルームの在庫管理の標準化も進めています。当たり前といえば当たり前だったんですが、できていなかったことがたくさんあるんです。これを、例えば入荷した商品の、まず位置を確定すること。どこに置くかという位置を確定する。売り場展開のタイミングなど、いつ店出しをするかという時間もしっかりと決めて、それを個人の判断に依存しない、オペレーションの管理、在庫の管理に変えようとしています。この第二四半期に実際の人事数と設定した標準人事数を比較して、したところ、6%の人事数の削減という可能性が見えてきています。登記中に店ごとに課題を抽出し、実験を行い、教育を行い、来年度の初めには標準人事数による、生産性、運用を全店で、導入する計画です。11ページをご覧ください。第2四半期までの人事生産性の状況です。コロナ前の20年2月期とこの第2四半期を比べると、はしっかりと15%の改善ができています。コロナ禍において、これは、前年の説明会等でも申し上げましたけれども、日替わりの特売をやめる、あるいは月間ある月の特定の割引セールをやめる等の特売を減らしたこと、あるいは、失礼しました。まず日替わり特売をやめたこと、あるいは月1回のカード会員向けの優待セールをやめたこと、で、EDLP を徹底し、作業の標準化を進めたことが数字になって現れてきたというふうに思います。今後の取り組みとしては、作業の標準化に加え、セルフレジの拡大による生産性の向上も図ってまいります。現在、全店のレジ約800台のうち、セルフレジは2割にとどまっています。そこのセルフレジの比率を25年2月期までには8割まで、高めていく計画です。これにより、レジ担当の人数を少なくとも3割は減らせるというふうに見込んでいます。とはいえ、当社家電やインテリアなどの大型商品の取り扱いも多く、お客様もたくさん買ってくださっています。こういった大型商品等の買い物は、有人レジの方が便利なので、当然有人レジしっかりと残していますし、あと買い上げ品目数が非常に多いのが特徴ですので、カートいっぱいにお買い物いただくお客様、要は生産する品目数が多いお客様にとっても、セルフレジはある一定のストレスになります。で、そういう中では、やはり有人レジをしっかりと残す。この有人レジとセルフレジ。
またセルフレジの中でも、キャッシュが使えるセルフレジと、キャッシュレスのセルフレジ。こういったものをしっかりと組み合わせながらも、最終的にはレジで気持ちよくお客様が生産していただける、ストレスなく生産をしていただけるというところまでしっかり考えていくのが、我々のサービスだと考えています。このあたりを、ぜひ徹底してまいりたいと思います。12ページをご覧ください。次に PB 商品の拡大について説明いたします。PB 商品、の売上高構成比は、第2四半期には19.9%、ほぼ2割まで上がってきました。この2割というのが、昨年度の、2割まで行きたいなという数字であったわけですが、やっと半年遅れですが、PB 比率2割というのが、達成できました。しかし、今期の目標はあくまで30%です。これは非常に高い目標であることは分かっていますけれども、この達成に向け、開発を進めてまいります。また、今年から環境に配慮した PB 商品の開発にも力を入れています。例えば、このスライドにあるペットボトル3種類。パッと見何が違うのっていう感じですが、これ実はラベルの大きさが半分に従来品に比べると半分になっています。さらに、容器自体も軽いものに変更しました。これによって、プラスチック使用量は年間で5トン削減されたことに、されることになります。またその右にあるのは、FSC、つまり管理された森林の木材を使った、そのに FSC 認証マークのついたトイレットペーパーであります。PB 商品、もちろん安さというのはとても大事ですけれども、価格が安い上にお客様に共感していただける品質であることというのはとても重要です。サステナブルな社会の実現に貢献できる品質と価格のバランスが取れた価値ある安さ、価値ある安さで PB 商品を増やしていきたいと考えています。この数年、なかなか店数が増えていません。で、今期も残念ながら新規出店の予定はありません。したがって当初の売上高等の計画を達成するためには、既存店の収益力を高めることが大変重要になります。そしてそれを実現するための体制づくりというものを現在進めてきております。今期は18店舗の改装計画に対し、この第2四半期までに4店舗の改装を行いました。大型店の改装を行うことで、その既存店の数字を伸ばし、予算達成をしていこうという、作戦であったわけですが、この改装が指揮所の計画から少し遅れています。というのは、前期に改装した大型店の売上高が想定したほど上がってこなかったからです。で、要は結果がちゃんと出ていないのに、改装計画があるから改装しますっていうのは全く無駄なので、もう一度これらの店に手こ入れをしまして、結果を検証しています。写真にあるのはこれ、福岡市内にある橋本店という店なんですが、昨年11月に改装を行い、今年7月に再度手直しを行った店です。で、最初の改装で売上高が伸びなかった要因があります。で、これはそもそも売り場の定番通路の中にお客様をどんどん引き込んでいくようなレイアウトにする、あるいは定番売り場の商品、並び方にする、エンドシマ、そして、ゴンドラ通路の中の売り場の目玉の設定をしっかりとやっていくっていうようなことを企画はしていたんですけども、結果的にはそこまで十分にお客様に伝わっていなかった。
まあ、いうことで、まあ、これ写真ちょっとわかりにくいんですけども、左側の写真のように、定番売り場のエンド、あるいはサインの作り方を変えて、お買い得商品を組み込み、お客様の中に引っ込む陳列というのがより一層伝わるように変えてきました。まあ、これはぜひお時間がある方、可能な方は売り場を見ていただけるとありがたいんですけれども、まあ、明らかに まあ、改装を我が社がしていないお店と、このお店は、売り場の見え具合っていうのが違ってきています。で、当然、定番の通路の中に入っていただきたいので、お客様がさらに奥の通路に入り、店内をくまなく、歩いていただけるような、売り場全体の活性化を図っていっております。で、それが、功を奏してですね、7月の改装後は売上高が順調に伸びています。10月も順調に伸びています。右側の写真、まあ、これは定番売り場の活性化、組み替えに合わせて、店内サインも全面的に見直しました。まあ、より一層売り場がどこにあるか、何がどこにあるか、伝わりやすくなっただろうというふうに思います。まあ、これによって、お客様は欲しい商品がどこにあるか、今まで以上に、はっきり分かりやすくなりましたし、結果的には買い物にかかる時間も短縮できるのではないかというふうに思います。で、橋本店の、失礼、効果現象が、まあ、ある程度できてきたので、第3四半期からは改装のペースを上げていきます。改装店舗の目標を18店舗とはしていますけれども、この18店舗ということには特にこだわっていません。成果が出る形でしっかりと一点一点、効果の高い店から順番に、改装を行ってまいります。14ページをご覧ください。次に DX による市場変化への対応について説明をいたします。2年前から担当役員のもとで、デジタル人材を積極的に採用し、体制を強化しています。DX の目的は、お客様の利便性の向上とデータ活用による業務の革新、変革です。利便性の追求という意味では、今年3月にはオンラインストアをオープンし、その1週間後にはアプリのリニューアルを行いました。スマホから注文して、ご自宅にお届けする。あるいは店舗でその商品を受け取る。そういった環境を整えてまいりました。また、オンラインストアでは、オンライン専用で値段を高く設定するということではなくて、店舗と全く同じ商品品揃えで同じ価格でお求めいただけるような、ようにしています。オンラインストアでも EDLP を徹底させ、利便性の向上にチャレンジをしています。また、今年9月からは、福岡市内の2店舗で、まあ、駐車場に停めている状態で、商品をお渡しする、まあ、アメリカではカーブサイドピックアップとか、まあ、いう呼び方で呼んでいますけども、その駐車場で商品をお渡しする実験も始めています。当社ができる、可能な限りのサービスを提供し、証券内のお客様の利便性を追求して、シェアの獲得を目指していきたいと考えています。そして DX のもう一つの取り組みである、これは我々の仕事の資格をどう変えるかということ。まあ、実はこっちの方が重要な部分も大きいんですが、多いんですが、データ活用による業務変化ということに取り組んでいます。今年から本部員を対象にデータ分析の教育も始めました。これまでデータ分析は資料を作るまでに労力を使い、というか資料を作った段階で仕事が終わったような感じになっている人がまあまあいたわけです。で、まあそこをデジタルの力で簡便化する。簡易化する。そして分析に
まあ、今までだとベテラン社員が経験則でこう数字を見るとか見ないとか見ないっていうようなことをやっていたのを、まあ、必要な数字だけが必要な人のところに届くようなことを、まあ、やっていく。まあ、本当に当たり前のことをしっかりとこうやっていく。ここの仕事の仕方を、まあ、一つ一つ教育をしながら、仕事の仕方を変えることで業績の向上を図っています。まあ、業績の向上を図るというよりは、特に本部内での生産性の向上を図るというところが重要だというふうに考えます。15ページ。サステナビリティ活動について説明します。2021年に7つの重要課題、マテリアリティを取り組みを進めています。昨年2月にサステナビリティ委員会を発足させ、課題ごとに会が中心となり、具体的な取り組みが始まっています。取り組みのほんの一例ですが、左の写真、これは今年9月に行った女性社員向け研修の様子です。女性が働きやすい環境づくりを目的に外部から講師をお招きし、開催をいたしました。当日、女性社員は約100名参加いただきました。100名っていうのはですね、我が社の女性社員のほとんど全員であります。ただこの全員で100名、あるいは全員で108名しかまだ女性社員いないということはですね、まあ要は比率で言うと当社の15%が女性です。で、小売業の平均値がだいたい33%と言われています。つまり、やはり、まず、働いてる人の女性、働く社員の中の女性の比率が、他社よりも低い。で、これは低い理由があるんでしょうね。だから、入社する、そもそも希望者の数、実際に入社する人の数、そして途中で辞めていく人の数。まあ、そういったところに対して、しっかりとミスターマックスはこれからアプローチをしていかなければいけないということであります。まあ、ですから、この研修にとどまらず、多様な人材、まあ、女性、男性、あるいはその生活の状況、家族の規模等々の多様なに関わらずです、多様な人材が活用できる環境づくりを進めていきたいと思います。次に、右側の写真をご覧ください。これも写真、ちょっとよくわかりにくいかと思いますが、これはフードドライブの取り組みを行っております。フードドライブって何？これは家庭で余っている未開封の食品、あるいはペットフード。これを回収して必要な人にお届けするという取り組みです。現在、8月までに28店舗で行い、そこで集めた食品、あるいはペットフードを地域の団体へ寄付をしています。まあ、今後は全店での実施を目指し取り組んでいます。まあ、このようにサステナビリティ活動にも積極的に取り組み、企業価値の向上を図ってまいります。最後に、当期は先ほどご説明した4つの重点項目、これを進めることで、お約束した業績に近づけるように、努力をしていく。以上で私からの説明を終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではここからは質疑応答に入らせていただきます。ご質問は、Zoom の画面にあります Q&A 欄にご投稿ください。運営側で選択してご回答いたします。で、皆さんに質問をご入力いただいている間にですね、13日の決算発表後によくいただいております質問について、石井の方からいくつかご回答を申し上げます。では、よろしくお願いします。C の方から、投資家訪問の中でいただいた質問3点ほど、ご説明をさせていただきます。3本。1つはですね、粗利益率の低下について。それから2つ目にはですね、まあ、先ほど説明もあったんですが、
改装の効果を今年度以降は期待していいのかどうか。それから3つ目に、人手不足が叫ばれる中、社員をきちんと確保できているのか。その3つの点についてご説明をいたします。1つ目の粗利益率ですけども、確かに昨年度、第2四半期の23.1%から22.2%大きく落ち込みました。この落ち込みの最大の要因は、先ほどもご説明いたしましたが、コロナ関係の売上の減少です。細かい数字はご説明いたしませんが、粗利益率の落ち込みの半分は、このコロナ関係の売上の減少でございました。ただ、第2四半期でコロナ関係の売上の減少が、ほぼピークをつけまして、第3四半期以降は、売上の減少の影響が次第に小さくなるというふうに考えています。したがって、粗利益率への影響も、第2四半期をピークに減少していくというふうに考えています。仕入れ原価が今、値上がりしてまして、それを、売価に反映させるという意味では、この点もよく質問をいただくのですけれども、ほぼ、価格の引き上げをできているというふうに考えております。ですから、原価が上がった中で、売価を引き上げられてないことで、粗利益で下がっているということはございません。決算説明、参考資料の中には、プライベートブランド商品の販売実績が記載されております。こちらに数字が出ておるんですが、PB の粗利益率は第2四半期で26.2%。全社ベースの粗利益率22%を上回っております。第3四半期以降は、PB の売上構成をさらに高め、粗利益率を改善していく考えでございます。2つ目は、改装の効果でございます。昨年、改装をしたにもかかわらず、この第四半期で一旦改装のペースを落としました。で、それはもちろんハード面の改装もあるのですが、むしろ先ほど、社長の平野がご説明いたしましたように、品揃えを見直して買い上げ品種数を増やしていこうというふうに考えたんですが、お客様が、私どもが期待するほど、通路を巡回していただけなかった。つまり、ということがありました。本来は、もっとお客様が驚いたり、興味を持っていただいて、店内を巡回していただく。その間に、より多くの商品をお買い上げいただくということを期待して、改装いたしました。ただ、橋本店、昨年11月に1回改装しまして、思ったよりも効果が出なかったもので、今年の7月にもう一度改装いたしました。その後は売り上げが順調に推移しておりますので、第3四半期以降、改装のペースを高めていく考えでございます。で、最後に3つ目ですけども、人手不足の中で、パートさんの、社員数を確保できているのかというご質問でございます。報道にも出ているように、お店によってはパート社員の採用が難しいというような一般的なニュースが聞こえてきます。ミスターマックスにおきましても、社員の採用が難しくはなってきてはいますが、運用に支障をきたすというレベルには至っておりません。ですから、すべてのお店が順調とか健全に運営されております。第2四半期においては、パート社員の昇給ベースアップを合わせて3%ほど賃上げをいたしました。さらに、組合と相談をして、例えば労働環境の改善、交通費を支給する、あるいはパート社員のキャリアアップとして、社員への登用の道を開くというような対応をいたしまして、パート社員の働く意欲を高める努力もしております。一方で、お店の作業の効率改善を進めました結果、第2四半期までのパート給与は前年同期1.2%増にとどめることができました。これは、生産性の改善が寄与したものというふうに考えています。以上、3つの、
よくいただく質問を簡単にお答えいたしました。